こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の、波動チャンネルではですね、ここのところ邪気の話とかね、ちょっとスピリチュアル的なお話が続いたので、一度波動の基本である共鳴現象についてね、お伝えをしようかなと思います。でこれが、引き寄せとか全ての物事に関わってくるのと、このことを知っておくだけでも全然さまざまなことの理解が変わりますのでね、この共鳴現象についてお伝えをしておきます。でこの動画では量子力学という最新の科学で立証されている波動というものを使って願望を実現したりとか、自分らしい人生を実現したりとか、幸せに豊かに生きるコツというのをお伝えしています。でここでお伝えしている内容っていうのは僕 のこれまで14年ぐらいですよね、10年以上のセッション経験とかセミナー経験で、そして波動を使った企業のコンサル、そういったことでクライアントに実際に効果のあったものをベースに波動という切り口で、理論を構築し直したものをお届けをしてます。で、その内容ですがね、体系的にまとめたのはこの2冊の本に書いてますので、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わる、こちら波動の教科書を書いてくれという依頼で書いた本です。でこちらはビリオネアバイブレーションという波動というものを使ってお金を生み出すというね、そういったお話になってますので、全然違う切り口で書いてますので、こちらも参考にしてみてください。それでは今日のお話になりますが、波動の基本は共鳴現象というね、いうお話ですが、共鳴現象って何かというと物理現象です。もうこの宇宙の絶対法則と言っても過言ではない物理法則になります。で、ありとあらゆる全てのものが波動を持ってて、ありとあらゆる存在する全てのものが波動を持ってて、その波動を持ったものを支配しているのが共鳴現象というものです。僕たちの体は60兆個の細胞からできてて、その細胞一つ一つも炭素原子と水素原子というものでできてます。でこの炭素原子水素原子というもののそれぞれは電子と原子核の周りに電子があるというモデルで存在して、この原子核っていうのは陽子と中性子というものでできてて、そうやってありとあらゆるものは細かく見ていくと、最終的に何で出来上がっているかっていうと、この宇宙にある全てのものは素粒子というもの、何種類かありますが、その素粒子というもので出来上がってます、全てのものは。でこの素粒子というものは粒子とは書いてるんですが、粒子状の性質も持ってるし、波としての性質も持ってる。でその波なので、普段波として振動しているというね、そういう考え方で、全てのものはそのもの特有の振動をしてるんです。この振動の仕方がそのものに応じて変わってくるんですが、このホワイトボードもそうですし、僕自身もそうですし、パソコンとかは特定の振動数というものを持ってて、ある決まった振動の仕方をしていると。なので全てが波動だということをお伝えしています。で、見える現実、目に見える全てのものは波動で、が宿ってます。で人も波動を持ってます。で情報、耳にする情報、目にする情報も波動があります。で入ってくるアイデア、見える景色、そういったもの全部波動です。僕の友人でちょうど先日会ったことなんですが、ちょっと最近その友人から聞いてくる情報はネガティブなことが多かったんですよね。何かしようと言ってもちょっと否定的なことを伝えてくるという、それが多くて、ちょうど昨日お話をしてたんですが、その彼が今その自分の中に、人の中には波動の高い自分から低い自分までいるんですが、その彼は変化の時でね、だいたい変化の時ってまずネガティブなことにとらわれがちになるんです。そういう怖いですしね、変化って。なのでその彼は今ネガティブな自分が出てきてるので、入ってくる情報もやっぱネガティブな情報が入ってくるんです。でそれを僕の耳に届けてくれるんですけど、で思いつくアイデアもやっぱネガティブ、大丈夫かなとか怖いなとか、そういったものが思いつくようになってる。でその彼のもとに、何かいろんなことを言ってくる人もネガティブな情報をその彼に届けに来るんですよね。でも僕は同じような友人たちがいるんですが、僕はポジティブな意見とかね、ポジティブな情報しか入ってこなかったんです。でなぜこの彼に今そういうネガティブなことが情報集まってくるのかなと思ってたら、やっぱり共鳴なんです。
自分の波動に応じたものが入ってくるようになりますのでね、そういうふうになってもなので、波動が落ちていると波動の落ちた情報とか波動の落ちた人と共鳴し合ってそんなばっかりが入ってくるようになってます。でそういう人にはポジティブなものは見えないですよね、そういうふうになってます。で見える景色も波動があります。綺麗な景色は波動が高いです。で乱雑であったりとか汚れてるとかそうなると波動は低いものになって、人は今何が見えるかで自分の波動というのが分かりますが、景色も波動があってそういう景観とかも自分たちに影響も与えてるんですよね。昔割れ窓理論というのがあってね、80年代だったか90年代初頭だったかちょっと忘れましたが、ニューヨークだったと思いますが、ニューヨークで、当時治安が悪くてですね、で、その当時の市長がその治安を回復するためにやった一つの政策が窓が割れてたりとか、落書きがあったりとかするとそれをすぐ直そうという、窓が割れてたらきれいにして、落書きがあったらすぐ消してってそういうことをして街の景観を整えていったんですよね。そうすると治安が回復したというお話があって割れ窓理論といいますが、やっぱ景色も波動があって波動が高いきれいな状態というのは波動高いのでの中に人はいると波動は上がってくるんですよね。でやっぱ乱雑だったりとか落書きとかそういうものばっかり見てると自分の波動も下がってくる。つまり、景色とかにも波動があるってこと。でまあこれは有名ですが言葉にも波動がありますね、いい言葉はいいですし、で波動が下がると否定的な言葉がよく聞こえてくるようになる。で、最近邪気のお話、邪気というのはマイナスのエネルギーのことで見えないものなんですが、見えない世界のものも波動があります。神様というのはやっぱ波動の高い存在ですが、そういう邪気でも当たり前にあるんですが見えないエネルギーもあって、そういうのが全部僕たちの周りには全てがあります。いい現実もあるしいい人もいるしいい情報も流れてるんですけど、もちろん悪い情報もあるし悪い人もいますし悪い現実もあります。全て今自分の身の回りに全てあって今の自分の波動に、共鳴するものだけが見えて聞こえて感じてっていう風になってます。共鳴現象というのは同じ波動のもの同士が響き合う、それが共鳴現象なので、ね、あこっち書いてありますね。外の世界はありとあらゆるものがあって自分は波動、自分の波動に応じたものが見えるし聞こえるし感じるしっていう風になってます。上が高いと、これが共鳴です。共鳴し合ってる。そうすると自分が今どの位置にいるかでそれが見えたり聞こえたりするというね、そういう風になってます。で見えない世界も同じです。見えない世界はいい波動のものもあれば悪い波動のものもある。なので先日いつだったか、まあ、1、2週間前だったか、見えない世界のものが見えたり聞こえたり感じたりする人の言葉は気をつけようという動画を出しましたが、それは見えない世界のことが見えたり聞こえたり感じたりということ、それすごい人、波動の高い人だからそうなるって多くの人は思ってるんですが、そうではなくてその人、見える聞こえる感じるは一つの才能なだけで、どの世界が見えて聞こえて感じてるかわかんないですよね。でそれで見分けるにはその人がどういう波動か、その人の波動状態がどういうことな、どういう状態かをよく観察することです。言葉遣いが汚かったら避けた方がいいです。服装が汚かったら避けた方がいいです。その人となりも顔がなんか悲壮感漂ってたりとか、なんか悪そうだったら避けた方がいいです。そういう人は波動の世界、波動の低い世界にアクセスして、そこの見えない世界の情報を見て聞いて感じているのでね。なので、あまり信じない方がいいかなと。それが全て共鳴です。共鳴、自分やその人に応じたその波動に共鳴するものが見えて聞こえて感じるということになる。なので状態管理がすごく大事なんです。自分の状態管理すごく大事。自分が今どういう状態かによって見える聞こえる感じるものが変わってきますのでね、自分の状態管理が大事。
で、こちらの本ではですね、行動にフォーカスしたこと、真悔ってことを書いてるんですが、そっちももちろん大事です。ただこちらのミロニエバイブレーションでは状態を整えましょうってことを書いてて、やっぱいい状態ではないといい行動にはならないので、一番大事なのはもうこれです、状態管理で。じゃあ状態管理で何が大事かというと、いつもお伝えしますが、僕たちの波動っていうのは基本的には体の状態と心の状態とエネルギーの状態と環境の状態、この4つで、変わってきますので、これらを常に常に整えていくことです。体は疲れてたりとか睡眠不足だったり栄養状態が悪いと波動は下がります。心は自分のこと嫌ってたりとか否定していたりとか信じてなかったりとか疑ってたりとかすると波動は下がります。エネルギーは邪気、マイナスのエネルギーをたくさん受けたりすると波動は下がります。で、環境は2つで、自分の住環境ですね、住環境で部屋が散らかってたりとか乱雑だったり、物で溢れ返ってると波動は下がりますし、その土地の波動が良くないと環境の波動は下がります。で、もう一つ環境でいうと人間関係ですね、否定的な人間関係、周りの人がネガティブなことばっかり言う人とか、否定的なことばっかり言う人に囲まれてたら環境の波動は下がります。なので、こういったことを整えて、いくことがすごく大事です。で、それぞれについては長くなりますので別の動画等で、お伝えはしていきますが、今日は共鳴現象、波動の基本、同じ波動のものが響き合うってことなので、自分のこういった部分を整えていくことで、違う現実とか違う人とか今までと違う情報っていうのを共鳴して、それが自分の世界に展開してきますのでね、そのことをぜひ、認識されるといいかなと思います。で、このエネルギーに関してはなかなか自分ではケアできないので、この邪気を浄化するというね、エネルギーの部分を きれいにして波動を上げるということに関しては、弊社で波動クラブというズームで受けられるサービスをしてます。毎日毎日浄化できるような仕組みにしてますので、もしよければ波動クラブにご参加いただければと思います。それは概要欄に貼り付けておきますのでね。で、ぜひ他の部分も整えていくコツとかいろいろあって、本当細かくいろんなことがあるので、役立つ情報は毎日 LINE とメルマガでメッセージをウィークデーは毎日お送りしてますので、そちらの登録は無料になりますので、ぜひ概要欄に登録貼り付けておくので、そちらも登録いただければと思います。はい、今日は波動の基本は共鳴現象ということで、一度立ち返って波動の基本的なお話をさせていただきました。もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひ、シェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。